ドジャースと10年7億ドル、約1022億円の契約を結んだ大谷翔平投手29の契約の内部を13日、日本時間14日、ジアスレチック、野賢ローゼンタール記者が報じた写真、ドジャース、大谷翔平が山本義信取りへ面談に参加。 同記者は自身の X ・ Q ・ Twitter に大谷翔平のドジャースとの契約の中には、慈善団体に1%を超えない金額を寄付すると投稿。また、すべてのレギュラーシーズンとポストシーズンの本拠地の試合でスイートルームを提供し、通訳も提供すると報じた。 通訳はエンゼルス時代と同じ水原一平氏になることも決まり、14日、同15日に行われる入団会見にも参加するという。私がまとめたネチズンのコメントは次のとおりです。毎年1億を10年間寄付するということらしいですね。一平さんとも引き続き、通訳として契約できてよかった。 大谷選手の活躍の陰には一平さんという存在もあってのことだとも思いますし今後も最高のパフォーマンスを見せてほしいと思います。寄付の仕方も大谷らしい。個人的にほぼ全額に近い巨額の契約金を後払いにした理由は現役を終えてから後払いというより現役中はもらわないゆえに使えないだと思ってるので。 メジャーリーグ経験者の五十嵐さんやムネリンも言ってたけどロッカー室でほとんどのチームメートが携帯片手に投資の動向を見ているとわらそれが普通なんだとかもちろん大谷はそんなタイプではないけど周りが放っておかず生えがたかるような煩わしい状況になる可能性大とにかく現役中は野球だけに集中したいのではないかな寄付もそう 最初に決めてしまった方が面倒じゃないよね。球場内のスイートルームを常時使用可能って普通に考えれば家族とか友人を招くためだと思うけど、大谷だと自身の居住地にしかねないと思ってさえしまう。練習と睡眠をとるなら最短の寝床だし、一平さんにもかなりの報酬が支払われるんだろうね。そらそうだよね それが仕事とはいえ他人の人生を生きているようなものだもんね一人の人間にずっと作ってなかなか大変だと思う人柄がすごくいいんだろうねドグンも水原さんの必要性理解してますね WBC の時もお食事会参加してたのは早く寝る公屋の明大家の名代みたいなもんでしょうしコミュニケーション能力も高い。 何より大家と一緒にいると微笑ましいしタレント的な集客効果もあります大谷一人でドジャースだと寂しそうな感じになりそうでファンを和ませる効果考えると必要不可欠2人でドジャースに挑む姿は見てみたかったから良かったしかしまあなんという人間性アスリートというより人としての見本ですね この人を世界中に知ってもらえたことに感謝するくらいですね。トラブルなく現役を全うしてほしい。ただそれだけですこれからも応援します。欧米文化に寄付というのが当たり前だし税控除もあるからね。日本みたいに税金が何に使われるかわからないより自分の意思で得たものを社会に分配する仕組みがあるから。本当にすごいよな 両親の育て方だけでなく周りの人にも恵まれているし本人もそれを分かっているからこその行動だろうな高校が東北はダルビッシュ菊池雄星大谷佐々木とメジャーで活躍するピッチャーが育つ土壌があるのかな佐々木は大魔人もいるしすべてのレギュラーシーズンとポストシーズンの本拠地の試合でスイートルームを提供し通訳も提供すると報じた 絶対、連戦の時に家帰らないだろ。わら、大谷選手にとってスイートルームをタダで利用できる得点より体をいかに効率よく休めるかが最重要ポイント睡眠も何日も前からスケジューリングして決めているらしいし、プロ中のプロだよ。一平さんは人生の長い時間を翔平さんと過ごすことになる。それだけで一つのストーリーになりますね。 一平さんのお父様の作るうどんも美味しそうだし、渡米して成功したファミリーヒストリーですね。